皆さんは仮パクをしたことがありますか？で僕はですね、配信中に仮パクもう 3,4 回していて、視聴者の方、実況者の方、たくさんの方々に物を借り、それを返さずにそのまま何年も逃げるっていうね、恐ろしい行為を繰り返しておりまして、まあ、ちょっと僕も今年でね38になるんで、人間性を良くしていきたい、人生を改めていきたいということで、本日は今まで実況人生で借りたものをその方たちに返すというね、借りパク返却企画ということで、物を返していきたいと思います。ただその現物返すだけじゃなんかちょっとさすがにね、借りてた人たちもなんだよ、お礼もなしかよ、言葉だけかよ、思うかもしれないんで、人に思いを伝えるときに何が一番思いが伝わるんだろう、何だと思いますか？なぜ僕が台所にいると思いますか？そうです、正解です、クッキーです。皆さん今日は手作りクッキーを添えてみんなに謝罪をしながら仮パクしたものを返却していきたいと思います。じゃあまずクッキー作ります。結構この辺は早回しで撮ります。まず第一工程、バターをレンジで柔らかくして、状態を見てレンジで慎重に温める、数秒かっこ溶けてしまうと使い物にならないので注意。ボウルに柔らかくしたバターを 50g と砂糖 30g、 本気で作るよ。これが約 30g の砂糖です。入れます。もう一個 30g を入れ、クリーム状になるまで混ぜる。混ぜます。これクリーム状になるの？皆さん見てください、すごいです。僕も初めて作ったんですけど、クリーム状になりました。2ってこれね、クリーム状にしたものに薄力粉 100g を入れ、さらに混ぜる。 OK、 これをさらに結構な量、めんどくせえからいいや。ちょっと僕ラーメンの丼で混ぜます。こんな感じで種ができました。やっぱクッキーって何種類かあった方が美味しいでしょう。なので1個ココアパウダー入れてチョコレートクッキーにします。ココアクッキーにします。ということで、ここで加藤純一オリジナル工程、60なんで 40g いきます。え、これさ全部で 40g じゃない？あ、これ1袋 40g だ。なんでこれ全部入れます。まずサランラップを敷きます。むずっ。ココアの方なんですが、僕がココアパウダーを混ぜすぎて型抜けなかったんで、この普通のね生地の方は型抜きしていきます。全部ハートでいいや、俺の愛がこもってるっていう風にしよう。さあ皆さん、こんな感じでできました。これをオーブンで12分から15分焼きます。はい、これだと12分から15分待ちます。その間僕は片付けをします。さあ皆さん、13分経ったのかな、ちょっともう多分できてると思うんで取り出してみます。あっちあっち、あっち、今170度僕素手で掴みました。ということで、見た目はなんかいい感じじゃない？1個食べてみよっか。ちょっとこの崩れてるこいつを、こんな感じです。ハートマークのクッキー。匂いはクッキーだよ。あっちー！お箸でいただきます。行儀悪いですけど。いただきます。うわ！クッキーです。うめえ。いや成功じゃないこれ。というわけで、お詫びのクッキーできたんで、今からみんなに仮パクしたものを返していきたいと思います。もうそろそろね、きょうちゃん家に着くんですけど、まず
きょうちゃんに借りたドラクエ11をね、当時なんだっけな、なんかダウンロードの仕方がまあ俺分かんないから、基本的にゲームの分かんなくて、現物買いに行こうと思ったけどそれが売ってなくて、きょうちゃんが持ってるってなって、じゃあ貸してよっつって借りパクしたもんね俺でなんとそれを俺なくしたもん。だから買い直してちょっと現物プラスクッキーでありがとうございましたって返していきたいと思います。うぃー超寝起きじゃん。ちょっと今日ちゃんに渡したもん。ごめんね、本当に何の連絡もせずに今日会いに行く人だけ伝えたじゃん。そうだね、どうした今カリパクしてるやつを全部返す企画やつです。あー、やっと帰ってきたこれ京ちゃんから6年前にカリパクしたやつを確かに返しました。やっと帰ってきたわ。で、これ、お詫びの印。あ、ほんとなんか金目のものとかキモいじゃん、うん、ガチで作った手作りクッキー俺これで和解しました。あ、ほんとだ。メイカちゃん食べてください。あと、ありがとう、はい、やっと帰ってきたわやってください面白かったもんね。めちゃくちゃ面白かったやっとクリアしたんですよ。いや、よかったよありがとう京ちゃん、ありがとう本当にこれだけだよまた何かあったら借りに来てよ。わかった。ちょっとなんかじゃあ次のじゃあドラクエ12借りに来るわありがとう、京ちゃん。さあ、京ちゃんにドラクエ11を返して、続いてはツワハスに、Wii U を返却したいと思います。去年だったかな、ロックマンエグゼ 1,2,3 やりたくてツワハスが持ってるぞっていう情報を視聴者から仕入れて、結局1全クリして2全クリする前にやめちゃったんだけど、まあ、いつかやるかなと思って1年経ちました。さすがにツワハスも多分 Wii U 使うから、ね、返却してしっかりね、元の主の場所に戻してあげたいと思います。もう間もなく着きます。どうも、こんにちは。ツワハスに今日渡すものがあってきました。はいはいはい。なんすか。ちょっとじゃあ、はい、借りてた Wii U を返却した今俺借りパクしまくってて、みんなにおそれを返却していくっていう動画を撮ってた、はい、すいませんでした、本当に遅くなりました。いいいい。しかもなんかこれさ、なんかリュックかなんかに入れて持ってきてくれたんだけど、おそのリュックを忘れちゃった。ああ、全然あと、ただ返すだけじゃ申し訳ないんで、ああ、いいえ、そんな僕が作った手作りのクッキーを持ってきましたガチ手作りなんで、これ食べてください。すごい。ちゃんときちんとスマスクにも返したんで、はい、いただきました。これから次 PS4 返しに行きますET ですもうすいませんでした。いえいえ、どうぞ。ありがとうございました。面白かったですか。面白かった。あ、よかった。ただ、この中になんかもっとまだまだやりたいゲームいっぱい入ってるから、めちゃくちゃ入れてるんです。また借りに行きます。また一回返せばまた借りれるんで、そしたらまたこれもらえるから。そうそう、ありがとう。いえいえ、どうぞ。ありました。ごめんなさい、昼間に。どうも。いえ、どんどんです。ありがとうございます。じゃあ借ります。それでは、ね、PS4 をお借りした視聴者さんのお家の近くに着きました。1年、ちょうど1年かですね。冷静に考える、あ、ここ覚えてるわ、この道、ここ左だよね、これ冷静に考えるとさ、仮パクって終わってるね別に返さなくても怒んねえだろみたいなさ、今ゾッとしてきました。ただ今日でね、僕はそのね、もうくさびを立つんで、これから借りたものはすぐ返すようにします1年ぶりに主の元にこの PS4 をお返ししたいと思います。間もなく着きます。さあ、ということで1年間俺が借りパクしていた PS4 過去 PTD、 かなりレアなものです。もう返しに来ました。今ちょっとね、視聴者さんなんで顔映せないんですけど、ね、確かに僕の目の前にいます。なんで、すいませんでした、ありがとうございました。本当に楽しかった、ありがとう。そしてちょっとね、お詫びの品、1年間待たせてたんで、いや、そんなで気使っちゃうと思うんで、はい、僕が真心込めて作ったクッキー、本当ですか、クッキーをすいません、プレゼントするんで、ありがとうございます。食べてください。本当にありがとうございました。ありがとうございます。いただきます。ありがとうね。はい、ありがとうございます。なんかすごい、あれだね、はい、凛としたね、去年に比べて、ちょっとダイエットした、ね、だよねすごいいい男ぐらいだよね。前ちょっと太ってたのに、すごいシュッとしたんです。ありがとう。はい、ありがとうございます。お仕事頑張ってください。いいえ、お疲れ様です。ありました。帰ります。さあ、ちょっと日にち変わっちゃったんですけど、最後に、仮パクしたものをね、返却しに行きたいと思います。8年前、いや、もっと前だ、これ。9年前。約10年ぐらい前に借りた、Nintendo 3DS。これをちょっとね、視聴者の方にね、返しに行きたいと思います。
もう10年前なんでどの面下げて返していいか分かんないんですけど、ちょっとね誠心誠意、返却しに行きます。それじゃ行きましょう。さあということで、返却しに、お家の近くまで来ました。ということで、僕がこれ何年前に借りたっけ、7年前に借りパクした 3DS を今視聴者の三国君に返しに来ましたということで本当に7年間、はい、ありがとうございました。本当にありがとうございます。もうすごい、はい、これでだってネジ機もこれでやったし、そうです、ね、もうなんならこれすごい愛着がある。人のものなのに愛着歴史がずっと愛着になる前で、ね、本当にありがとうございました、はい、これちょっと心ばかりか、本当はね手作りのクッキー作ってたんだけど、はい、ちょっと三国だけ時期がずれちゃって腐っちゃったんで、あ、そうですね、はい、しおりも、いや全然ありがとうございます。食べてください、はい、ありがとうございました。いや、ありがとうございます。で、ちょっとお願いがあるんだけど、はい、ちょっと 3DS 貸してほしいんだよね。あ、多分やりますよね。だからどうすんだからちょっと貸してほしいんだよ、またいや、全然一回今返したけど、はい、いや、全然、はい、ちょっとまた借りていい。そうですね。あ、じゃあ、はい、お借りします。もう、そうですね。ちょっと、またちょっと借ります、これ、はい、またちょっと、また返しに来るんで、はい、わかりました。本当にありがとう、これちょっとまたお借りしました。はい、ありがとうございます。ありがとう、本当に。ありがとうございます。なんか、しかもお土産で器用シューマイ弁当、シューマイ弁当もらっちゃった。返しに来たのに、お菓子あげて、いっぱいお弁当もらって、なんなら儲けちゃいました。ありがとう。いや、いただきました。ゆっくりまたね。はい、ありがとうございます。ということで、以上、加藤純一、借りパクしたものを全部返しに行くでした。ありがとうございました。ゆっくりありがとう。